The Challenger。さて、ワンピ側がマコトフランとツビ側が佐藤ジェニー。マジンガン、ガクラチ削れます。間合いも離れるのでフレーム的な隙もない。おいしくて円月凛、もう勝負する気ない。グラント、遠心いい技でした。久々登場の伊藤誠、メシコ、ここで今日マージンガンスカル2ゲージ吐いて体力リード、めくってるくさい。地上めくり交番っぽかったっすね。うわ今のエブイ勝利落ちが邪魔をしてとどめ刺しきれなかったが、円月輪確定なんですが、知らなかったが、うぅ、そうファイナルランド、リマサコバーン、ハーテンダウンしたかったんじゃないの。打ち切ってリマサなんで確定。遠心、あの場合で遠心はずらし打撃だった。ハーテンダウンガード、速攻で1ゲージ、円月輪漏れて確定反撃、ゲージもない。どうすんの、冷静に飛んでる。爆捨て使っちゃいけません。勝ったの佐藤ジェニー。1回戦最後の試合、レガラシグランド VS コンタホタル。ワンピ側がデガラシグランド、ツーピ側コンタホタル。1回戦最後の試合、めくりセットプレー、法廷体力半分、バックステ読んでました。1ラウンド目コンタホタル、ゲージも使わず勝利する。連撃完璧、どこまで減るか、体力半分ゲット、円月に誘って、グランドをどうする、飛びを待ってのクナゲ。勝ったなコンタホタル。
はい、2回戦です。スボプラス VS エフタニー、またグラントちゃんでした。いやー暑いね、ティアレヒマ30度あるんで。赤いツボブラスと青いエフタニー、これは2リー差し込める。コパン押し返し、しかし体力リードはツボブラス。おー、ゲージ使わない。ひたすら上からかぶせる。上段下げ暴れ警戒。黒煙竜が漏れていた。ジャストで TOP 戻すものの、さあどうする。エンゲズリン狙い。これは完全にエフタニーペース。タッチも面白いに当たり、さあしかしここで上段下げ飛ばれてコパン強調。メッショフォロー、回ってる。勝ったなツボ。次の試合、タナドーファン VS 田村マルコ。の試合代 JR ケビンが19連勝。褒められるのか、ゴンちゃんテリー。キャラ差がひどいぞ。タナドーハン VS 田村マルコ。まあ日本選手だったらマルコどうにでもなるんじゃないですか。頑張ってると思いますけど、俺は個人的に。おいしくて、サッカーシキャンセルフェイント 2D ミスっちゃって、これはまずい。あのミスは勝負がついちゃってるぐらいのミス。投げて、もう一回投げる。ここはお互い手出しづらい。まあこういう戦いですよね。うわ、レベル4成功。終わってる。棚どうする。ここはまず TOP 消して、しかしジャンビー体力リードと相手のゲージ状況を考えたら今の攻めはありですね。普段の立ち回りだったらないんですけど。勝ったのは田村。次 JR さんとタロキさんで20連勝達成したようですね。
まあ20レッド達成したらステゲーでいいでしょう。開幕2ゲージスタートになっちゃうからね。タロキシ VSJR。 このコンボは難しい。強トラップの有利フレームは弱トラップに比べてかなり短いのでローター追撃が難しいんですが、ハーテンダンヒットカウンター追撃。ジャニーハロキシクラント、これに勝ったら50ポイントくれと言ってました。ワンチャンあるのか。しかし画面端クソみたいな読み合い負けて、当然もう一回。さあゲージ回収、ゲージ回収そこそこできて、ガードしちゃいけないっていうわけのわかんない読み合いですね。ケビン戦は5番、しっかり見えている。追撃も成功。おおで、セットプレーにはいかず、円月輪。さあしかしグランドがゲージはなくなった。ケビンはどうするんだ。ゲージ攻め走る、ゲージできたが向こうもできてました。勝ったのは JR。 次佐藤ジェニーとコンタホタル。グラントマルコケビン、勝ち上がってんのはこの3キャラです。勝った方が JR さんと戦います。2回戦最後の試合はジェニーホタル、佐藤ジェニー VS コンタホタルでダグティオビー中央配置、着地硬直割り、飛び道具もガーキャゲンと眺めていく。ハリアで逃げ出して無理はしない、ハリア差し込み、コビ客の反転の外、ジャグハリア、暴発者ランキーが出ない。こうしゃばれ、飛びは待っていた、空中投げ、コマ投げ、しかし空中投げで投げ返されて、ここは我慢しないといけない。まだも四隅、さあここからヒット確認、潜在メニューにハリアビ、投げは抜けるか、攻守だ。おー
しくて。どうすんのこれ。最後は着地工事係勝ったの佐藤ジェニー。次はツボブラストタッカー、勝った方が祝杯あげられます。準優勝まで賞品出てるんで、お互い仲良く乾杯してください。田村マルコ VS ツボブラスグラント、まあ、ここまで来てる時点でポイント確定なんです。ベスト8に入った時点でポイントいただけます。あとはどこまでポイントを伸ばせるか。なんといってもランボとたったの5回しかありません。でしょ、タイミングずれるのでガーケン入れ込みの人はカウンターヒットしちゃう。2D 差し込み割れて、すかしなん、さあどうする。これは当然削りに行く。1ラウンド目はツボブロス。どうしたの、あ、多分戦国やりに行ってると思うよ、うん、後半2回から円月輪。さあどうするマルコ側、ゲージはあるがこの辺りさ美味しくて極限候補中断一気に逆転連キャン攻撃中断が来る。さあファイナルラウンド、画面足来たよ、冗談払いでした。5番2回から月輪、そしてセットプレーは画面足継続中断。どうすんの、協調の方選択、死なない、5番埋める、勝ったのはツボ、決勝進出。JR さん試合です、佐藤さんとです。準決勝第2試合です。あ、やりますね、はい。田村さんは酸欠あるんでね。1位から順に手に入るポイントは8点、5点、3点、2点で、ベスト8が1点ですね。さて試合は佐藤ジェニー VS JR ケビン。弱ハリや安定の切り返し、こっちが通る、アボイドで逃げれます。上も見えて固まるなら削る、惜しい。飛びが通るがゲージなかった。冗談下げ
メニメニが出てませんでしたね、ジェニー側。ここはお互い様子見、手が出しづらいが潜在ガトリング届いて、TC ヘルキャン C、 歩き A、 トラップローター完璧でした。ずらし小判、これは厳しい。ファイナルランド開幕トラップ、ビハインド集団ガソリン、ケビンどうする、ゲージはできたが体力がない、通ったどこまで減る、これはカウンター勝ったのはサトシに、はい、3決やりましたよ。 JR さんと田村さんです。3位決定戦を行います。3位と4位でポイントが違うので、3位決定戦は行います。田村マールコ VS JR ケビン、トビが取って傾斜面、マルコの TOB が消えてしまう、暴れを待ってダッシュ差し込み、うますぎる、スカるんだね。しかもスカったように小判確定しないっていう、投げアボイド警戒しなきゃいけないから次行って、最大2ゲージは使いません。さあアボイド狩りでした、完全に待っている、さあ迫ってきたよ潜在ガトリング、 PC ヘルキャン C 失敗、しかしガキャンブレーキングできない、これは刺さる、回してました、勝ったのは田村マルコ3位。はい、決勝戦です。第1回一月精神シード争奪ランキングバトル、決勝戦はワンピガーツボプラスグラント、ツーピガーが佐藤ジェニー、決勝戦スタート、グッドはテンプレの TOB 先頭配置、めくってジャスト投げ確定反撃、投げて表、これはゴールスボス、お互いにひどい、いろいろ暴発して
体力リードはグランドカワー。下がると見せかけて京都進遠心ヒットツボプラスリーチ。着地高速に誘ってマティオミの入り方としては悪くない。ジェニーはここから2ゲージ持ってる。上を取る潜在2ゲージ吐く。これはどうなのか。吐く必要はなかったような気がするが、お互い手呼び消えている。ゲージあるのグラントか。ひたすらジャンプ2で牽制するが、さあ強調逃げ狩り、これはどっちだ。明らかにグランドリーダーに変わった。逃げジャンプに勝ったのはツボプラス。第1回目優勝はツボプラスグラントになります。はい、綿くんが今コメントいただきました。ケントがいないと楽しいですと。はい、というわけで、まあ、1回目の優勝者つぼくんにコメントいただきたいと思います。あ、優勝商品そうだね、俺が授与しないと。つぼくんと佐藤さん、はい、まず優勝商品です。はい、ふたにくんから。はい、伊藤園の缶ジュースの味噌汁です。はい、佐藤くんにもおめでとうございます。缶入り味噌汁がおた、優勝準優勝の2人に贈られました。はい、それでは坪くんに一言いただきたいと思います。優勝おめでとうございました。の試合ちょっと調子悪かったんですけど、やってるうちに調子取り戻してきて一応勝つことができました。まあでも今日いない人もいるんで、次はみんないる中でビシッと優勝したいと思います。ありがとうございました。おめでとうございました。はい、というわけで第1回目のシード権争奪ランキングバトル結果、ツボプラスグラント優勝8ポイント、2位が佐藤ジェニー5ポイント、3位が田村まる子3ポイント、これ4位がジェールさんですね、ケビンで2ポイント、であとはタロキさん、コンタさん、エフタニさん、タナ君が1ポイントずつ手に入ってます。うん、でですね、ランキングバトル次12月31日なんで、12月31日なんだ、この大晦日です。来れるのかな、何人来れるのかな。大晦日です、皆さんの参加をお待ちしておりますと。結果を光の速さで今店長がアップしたらしいんで、ありがとうございます。はい、というわけで対岸はまあこれで締めたいと思います。はい、次回中野 TRF のランキングバトルは12月31日となっておりますので、皆さんのご参加お待ちしております。今週はこれにてお開きです。お疲れ様でした。